マフディ戦争は19世紀末に行われた植民地戦争である。スーダンのマフディ京都とエジプト後にイギリス軍が戦った。これはマフディの反乱とも呼ばれ、イギリスでは自国が戦った局面を指してスーダン戦役とも呼ばれる。1819年のムハンマドアリーの侵略以降、スーダンはエジプトによって支配されていた。 この植民地体制はエジプトによる重税と奴隷交易の禁止のためにスーダンの人々に憎まれていた。1870年代、モスリムのシャイフのムハンマド・アフマドは信仰の革新と国土の解放を伝導して多くの信者を従えていた。やがて彼らはエジプトに対して反乱を起こす。 1881年6月19日、ムハンマド・アフマドは自らをマフディであると宣伝した。当時のスーダン総督、ムハンマド・ラウーフ・パシャは彼を逮捕するために2個部隊を機関銃1丁と共に派遣した。部隊の隊長たちには、もしもムハンマド・アフマドを捕らえれば昇進させるとの約束がなされていた。二つの部隊は、 蒸気船に乗ってナイル川を遡上してアバ島に到着。各々異なる方向からマフディの村へ向かった。8月17日夜、二つの部隊は同時に到着するが闇夜の中で誤って同志討ちを始めてしまう。貧弱な武装のマフディの信者たちが攻撃をかけて、変わる変わるこれを撃破した。その後、マフディは、 首都があるハルツームから遠く離れたコルドファンへの戦略的交代を始める。これは予言者、ムハンマドのコジヒジュラを模倣した勝利の行進として言い表され、マフディが唱えるトルコの圧政者に対するジハードへの多くのアラブ部族からの指示を書き立てた。ファショダから派遣されたエジプトの遠征部隊は12月9日の夜に待ち伏せを受けて虐殺されている。 反乱の拡大を有料したエジプトのスーダン行政府はユセフパ社の指揮下に4000人の兵士を集めた。エジプト軍はマフディー軍の集結地に向かった。マフディー軍はみすぼらしい服装で半ば上、棒と石しか持っていなかった。しかし地震過剰になったエジプト軍はマフディー軍の前で 保証も立てずに野営する愚行を犯してしまう。1882年6月7日、マフディ軍は攻撃をかけ、エジプト軍を殲滅した。反乱軍は大量の武器と弾薬、軍服その他の補給品を露革した。この頃、エジプト政府は英国の強い統制のもとにあり、ヨーロッパ列強はスーダンでの騒動について次第に警戒するようになった。 そうした本国の情勢を受け、エジプト政府内部にあった英国顧問団は、さらなる部隊の派遣を黙認した。1883年夏、エジプト軍は、ハルツームに集結し、最終的にその兵力は、不評7000、機兵戦、機関銃20と、大砲数門に達した。この部隊はインドで勤務した。 英陸軍隊役将校のウィリアム・ヒックスと12人のヨーロッパ人将校が指揮を取っている。ウィンストン・チャーチルはこの部隊をおそらく戦争に臨んだ最悪の軍隊であると述べている。給与は支払われず、訓練はなされず、そして兵士たちは上官よりも敵に対して仲間意識があった。遠征軍がハルツウムを出発した時にはヒックスが救援しようとしていた。 オベイドはすでに陥落しており、成功の確信はなかったがヒックスは、進軍を続けた。遠征軍が近づいていた時、マフディは4万人の軍隊を集め、彼らに、以前の戦いで敵から露角した兵器を装備させ、厳しい軍事訓練を施していた。1883年11月5日に、ヒックスの遠征軍と衝突した時、 マフディー軍は信頼し得る軍隊になっており、エルオベイドの戦いで敵を全滅させた。この頃、大英帝国はエジプト政府の活動に深く関わるようになっていた。エジプトはヨーロッパ各国からの莫大な負債の返済に苦しんでいた。エジプトはこれ以上のヨーロッパの債権者からの干渉を避けるために利子を毎回期日通りに支払うよう、 保障せねばならなかった。この目的のために、汚職と官僚主義にまみれていたエジプト財務省は、ほとんど完全に、英国人、財政顧問の支配下に置かれるようになり、財政顧問は、財政政策に関するほとんど全ての事項に拒否権を有していた。財政顧問の地位にある者は、エジプトの財政に関して、最大限の節減を行うよう指導していた。 スーダン駐留軍の維持はエジプト政府にとって毎年10万エジプトポンドの負担となっており、これは維持できない資質だった。英国の会計監査官のある種の強制によりエジプト政府はスーダンから撤退して、この地を何らかの形の自治政府に委ねることに決定した。だが、スーダン全土に駐留しているエジプト軍を整然と撤収させることは、 困難なことだった。エジプト政府は英国人士官をスーダンに派遣して中流軍の撤退を調整させるよう要請した。マフディ軍は英国市民を攻撃することは大きなリスクとなると判断するので撤退は無事に済むであろうという期待があった。チャールズ・ゴードン・チャールズ、チャイニーズ・ゴードンの派遣が提案された。ゴードンは 極東でのいくつかの戦役特に中国での戦争で活躍した非常に才能のある軍人だった。しかしながら彼は高専性と個人的な名誉心について融通が効かないことでも知られていた。そのため幾人かのエジプトにおける英国人の高級官僚たちは彼はこの任務に向かないと見ていた。とりわけ、中エジプト英国総領事のエブリン・ベアリングは ゴードンの任命を強く反対していたが、本国の新聞や、公衆の圧力によって、しぶしぶ認めざるを得なくなった。結局、ゴードンがこの任に就いたが、より分別があり、信頼できるジョン・スチュワート大佐が同行することになった。スチュワートが、ゴードンのブレーキ役となり、スーダンから迅速かつ安全に避難することが意図されていた。ゴードンは1月18日に、 イングランドを立ち、24日の夕刻に、カイロに到着した。ゴードンはスーダンを去るエジプトの意図についての、ヘディーブからの宣言を含む、彼自身の命令の起草について、大きな責任があった。ゴードンの命令は、彼自身の要請により、非常に明白であり、誤解する余地がほとんどなかった。ゴードンは2月18日に、ハルツームに到着し、即座に、 任務の困難さを思い知らされた。エジプトの中流軍はスーダン全土に広く散在しており、3カ所は包囲されており、その間の土地のほとんどはマフディに支配されていた。もしも中流軍が市外に出た場合、たとえ明白に撤収する意図があったとしても、彼らがマフディ軍に寸断されない保証はどこにもなかった。 ハルツームのエジプト人とヨーロッパ人の人口は他の中流地すべてを合わせたよりも多く7000人のエジプト兵27000人の市民そしていくつかの大使館の要員がいた現実的な方策はハルツーム守備隊の安全を優先して遠隔地の要塞と部隊を見捨てることであったであろうけれどもゴードンはいかなるエジプトの兵士たちでもマフディに委ねることは 彼の名誉に対する侮辱であると感じ、ナイルを下ることを望むすべての者のに、チャンスは与えられるとまでスーダンを離れることを拒むようになった。彼はまた、マフディによるスーダンの支配を認めることにより、彼らがエジプトにおいて、トラブルを引き起こす、可能性に恐れを抱くようになり、この地域の安定を確保するために必要ならば、マフディは、英国軍によって、 打ちのめされなければならないという確信を持つようになった。ゴーオードンが故意に戦略的に分別があるより長くハルツームに止まり包囲されることを意図していたかどうかは議論がある。マフディの意図か否かは不明だが、1884年3月にスーダン北方の部族たちはマフディの指示についた。3月15日にハルツームとカイロの間の電信線が切られ、 外界との連絡が断ち切られた。ナイル川の合流点の航空写真。ハルツウムは二つの川の間にあり、オムドゥルマンは西岸のやや下流にある。ゴードンが牢上したハルツウムは非常に堅固だった。市の北方と東方は青ナイル川であり、西方は白ナイル川、そして南方には古代の要塞があり広大な砂漠が広がっていた。 ゴードンには6ヶ月分の食料があり、数百万発の弾薬の備蓄と週に5万発の自生ができ、7000人のエジプト兵を有していた。しかしながら、市外にはマフディが約5万人のダルビー氏を集結させ、時が経つにつれて突破できるチャンスはわずかとなっていった。結局、英軍の救援なしに、ゴードンが助かる見込みはなくなり、 英国は世論に押されて、サーガーネット・ウルズリー将軍式の遠征軍が派遣された。だが、陶器に白ナイルの水位が下がり、城壁基部に泥の砂浜があらわになる。城内には飢餓とコレラが広まり、エジプト兵の士気はひどく低下し、ゴードンは持ちこたえられなくなり、1885年1月25日、313日の 王衛戦の末にハルツームは陥落した。ウルズリーの救援軍はアブクレアの戦いでマフディー軍を撃破したが、救援軍がハルツームをその目で見た時にはすでに手遅れだった。街は2日前に陥落し、ゴードンと守備隊は虐殺されてしまっていた。この出来事によって英国とエジプトのスーダンへの関与は一時的に終わり、スーダンは完全にマフディーが支配するものとなる。 この勝利からほどなくムハンマド・アフマドは死去し、ムジヒダが有能なアブダラーヒーブン・ムハンマドが後継者となり、マフディ国家を支配した。マフディ国家はイスラム法をもとに統治を行い、13年間スーダンを支配した。聖戦は続けられ、エチオピアに侵攻し、1889年3月のガラバットの戦いで皇帝ヨハンネス4世を戦死させた。 8月にはエジプトに侵入して、A、エジプト軍に敗れている。1893年には、ベルギー、イタリアとも交戦。戦争により、重税が課せられ、民衆の不満は高まった。現代スーダンの国境内に示されたマフディ国家の最大領土この間、エジプトはスーダンに対する領有主張を放棄しておらず、英国政府もこれを合法的なものであると。 考えていた。英国の厳しい監督のもと、エジプトの経済は再建され、英軍の将校と歌手官によって、指揮訓練されたエジプト軍も改善されていた。経済的にも、軍事的にもエジプトによるスーダン再征服の状況は整いつつあった。1891年、ジョゼフ・オワルダー神父がスーダンから逃れてきた。1895年には、 ダルフール長官だったアルドルフ・カール・フォン・スラーティンが、ハリーファの刑務所から脱走した。二人は、マフディの状況に関する重要な情報とともに、スーダンでの経験に関する詳細な報告を表している。スーダン再征服の提案者である、レジナルド・ウィンゲートの協力で書かれたこれらの著作は、マフディの凶暴性と野蛮を強調しており、英国での広範な報道を通して、 軍事介入に対する世論への影響に役立った。1896年、イタリアはアドアの戦いでエチオピアに大敗を喫し、東アフリカにおけるイタリアの立場は弱体化した。マフディがイタリア領エリトリア国境のカッサラを脅かしたことにより、英国政府はイタリアを支援することを決めて、北スーダンで自衛運動を行った。これはフランスの上ナイル進出と、 同時期に起こった。保守党と統一党の連立政権による攻撃の決定を受けて、クローマー博は、自行動から完全に準備が整った侵略へと拡大させた。イギリスエジプト軍司令官、ホレイショ・キッチナーは3月12日に進軍命令を受け、18日にスーダンに入った。キッチナーの部隊は1万1000人で、マキシム機関10。 最新の火砲を含む当時最新の兵器を装備し、河川砲艦の召喚隊に支援されていた。彼らの進行はゆっくりと入念で、野営陣地を築きつつ進むとともに、ワジハルファからスーダン領内に補給のための鉄道を敷設した。このため、この戦役における最初の本格的な衝突は6月7日となった。キッチナーは9000人の兵力を率いて、 ファーケのマフディー軍守備隊を駆逐した。1898年、アフリカ分割を背景に英国は、エジプトのスーダン領有を再主張した。キッチナーンに率いられた、遠征軍が、エジプトで編成された。遠征軍は、英兵8200人、英人将校に率いられたエジプト兵と、スーダン兵17600人からなっていた。彼らの前進を支援するため、 エジプトからの鉄道が敷設された。マフディ軍はより大軍で6万人を数えたが、近代兵器を欠いていた。1898年4月に、後原の戦いで、マフディ軍を撃破し、A、エジプト軍は、マフディの首都、オムドゥルマンに達した。マフディの大軍が攻撃をかけてきたが、A 軍の機関銃とライフル銃によって粉砕された。残党は、 ハリーファ・アブドゥラヒと伴いに南部スーダンへ逃亡した。追撃戦の最中、キッチナーの部隊はファショナでジャンバプティスト・マルジャン少佐率いるフランス軍と遭遇した。最終的に英軍はウンディ・ワエケラットでアブドゥラヒを捕捉して殺害し、実質的にマフディ体制を終焉させた。英国は植民地体制を構築し、エジプトとの共同試験による スーダン統治を確立した。これは1956年のスーダン独立まで続くことになる。スーダンマーチ12885オーストラリアン王メモリアル2007年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年8月4日閲覧スーダンがイタリア領エリトリアに侵攻した時のみスーダンがベルギー領コンゴに侵攻した時のみ アフリカの歴史、侵略と抵抗の奇跡 P71、チャーチル、ウィンストン、ザリバーオー、ケッシングジャー、P17、アフリカの歴史、侵略と抵抗の奇跡 P73 イビッドハット、イビッド、P18、チャーチル、ウィンストン、ザリバーオー、ケッシングジャー、P19 イビッド、ハットミルナー、アルフレッド、イングランドインエジプト、マクミラン、P60 イビッド、 P86 クロマー r ールオブモダンエジプトマクミラン P354 クロマー r ールオブモダンエジプトマクミラン P564 ストレーチーリットンエミネントビクトリアンズ P96 クロマー r ールオブモダンエジプトマクミラン P441 ハットクロマー r ールオブモダンエジプトマクミラン ピアニッシモ、442-445ハット、クロマー、アール・オブ・モダン・エジプト、マク・ミラン、P475 ハット・チャーチル、ウィンストン、ザ・リー・バー・オー、ケッシング・ジャー、P22 ・ AB ・チャーチル。ウィンストン、ザ・リー・バー・オー、ケッシング・ジャー、P29、ゴードン、チャールズ・ジャーナルズ・アット・カートゥーム、P8 から34000トータル・ポピュレーション、インクルーディング・ソルジャーズ・ハット。 クロマー、アール・オブ・モダン・エジプト、マクミラン、P564 イビッド P567 ハット。クロマー、アール・オブ・モダン・エジプト、マクミラン、P537 ハット・ジャーナルズ・アット・カートゥーム、P73、224万2000インストア、324万770エクスペンデッド22、03、84から22、09、84。 ジャーナルズアットカートゥーム、P44, チャーチルウィンストンザリーバーオーケッシングジャー P29, アフリカ現代史、P62, チャーチルピアニッシモ89から 106, サロモンノアアンドゥーイングザ・マハジージャブリティッシュコロニアリズム・アズレリジェスリフォーム・イン・ザ・アングロ・エジプシャン・スーダン1898-1914 ユニバーシティ・オブ・シカゴ・マーチン・マーティー・センター2007年11月7日、閲覧。チャーチル P99 チャーチル P101 チャーチル P137 ありがとうございます。